アマプラ、ネットフリックス、ユーネクスト、フルー、FOD プレミアム、ディアニー、ディズニープラス、で、あの、アップルミュージックとかも入ってるし。え、サブスクバカじゃん。サブスクバカなの。で、こっから、こっから、ピッと追加、ピッと、ピッと追加、ピッと、ピッと、ピッと。ないじゃん。でも、時短やれるもんね。あー、どうかな。やれるっていいよ。私が俺125私は1万と500円で何発3300ちょいプラか。うん、俺時短だからよ。え、そうだっけ。バルト残ってるからこれ当てるわ。あ、そっかそっかそっか。お願い。最後午後一発目。今日は単発時短中引き戻しでスルーして今これ4回目。なんだよ、あと何回なの。みんなやいいじゃん。みんなや、アンジュの金で売ってんだから。アンジュの財だよ。みんな見えるよ。みんなや、お前自分だよ。集中しろよ。してます。でも意外とよそ見してる時の方が時間よ。ここなんでね。その金でもて遊ぶな。サンラータンほとんど食べれなかったんだから。お昼に、うん、何ですか。お昼にサンラータン麺を頼みました。はい、どうしたんですか。みんなの注文出てくるのがなかなか遅い。中でも一番遅かった。はい、先読み入りました。サンラータン麺、はい、先読み入ったよね。え、入ったよ。サンラータン麺の恨み。ね、あ、当たりよ、当たりよ、当たりよ。なんだあれ、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 すごい。本当に、マジね、待って。ね、なんだあれ、なんだあの保留、なんだあの保留は。赤ボタン。なんだ。うわ、すげえ。うわ。金保留かあれ。なんであれ、消耗品。次回予告は来なかったけど、さすがにこれは。いや、あれはあれでしょ。赤の今日初めていっぱいだね。初めてとか珍しいがいっぱい。おお、テロップ赤。うん、むしろ外れてみてほしい。やめて。それはそれです。人のお金でそういうなんかちょっとレアケースみたいな試したいなみたいな、やめな。でも兄でも食べてたからいいじゃん。兄でもうまかったね。あ、よたく大丈夫か。さすがに来たですよね、ですよね。風吹いてる。あー、よかった。風吹いてる。すごいね。ありがとうございます。おーい。素晴らしい。2回も時短で戻すなんてある。全然あるよ、全然ある。すごいよ、すごい。こんな日常茶飯事だよ。じゃあ、この後のラッシュも余裕だよね。そこはごめん、ちょっと保証できない。なんで。戻しは得意だけど。最中そんな沿ってんだから引けるじゃん。やれるよ。いや、無理だって。予託はやれるよ。いや、無理。やれる子でしょ。いや、やれない。自分に自信持って。そんなやれないよ。やれるよ。やれないよ。出るんだから。あんちゃんは、ついてないよね、そういう。あった。あ、だから、あんちゃんついてないじゃん。うん、俺がちゃんとあげるから、足りない分俺がちゃんと保管するから。ありがとう。うわうわ、完璧だ、完璧な当たり。素晴らしいよ。
それを永遠に、いやここまでだね、ここまでだと本当にさっきの残した3ラータン麺分ぐらいなのでしょ。いやそれでいいじゃん、人の幸せってそういうことだよ。上上ってなそういうの良くないよ。大事よ、こうささやかな、ささやかいいじゃん、屋根があれば 1K でいいじゃん。それが 1K か 1LDK なり 2LDK なり 3DK なり 3LDK なりっていうのは、うん、上には上があるか、上を見たらキリがないのが分かってるよ。だから屋根があればいいじゃん。じゃあ屋根があればいい、いい、え、じゃあ屋根があればいい。まあまあ、俺はそういうタイプ。本当、うん、こっちも当たり欲しい。当たりが欲しいのはみんな欲しいんだよ。言っちゃいけないの。そうだよ、当たり前のこと言ったらしょうがないよ。当たりが欲しいのは全員パチンコって全員そうだろうよ。いや欲しいよそりゃ。だって最後までさ、通常時のことだってあるわけじゃん。319なんて今日の時間いっぱい打って、それは嫌だって言って。でも世の中の今この瞬間パチンコ打ってる中で、当たりが欲しくないやつはいないって。違う神様が当たりを与えるとしてだいぶ優先順位低いよ。だってプラスさんも今神様じゃないんだって。神様にお願いするんじゃなくて自分で当たりを取りに行くんだよ。有言実行しなくていいから、あんちゃんのお金を増やしてあげたいって朝一に言った、あれを頼むよ。でもこういうあるよね、三一なんだけど、レンガなっていう、ごめんな、俺一生懸命やったんで今ね、話題を最後の方なんか静かだったから、いや何言ってんの、話題を違う方に持ってってこっちに集中させない、自分のことをこう考えるようにさせて、なんかうまく誘導したんだけどダメだったな。ダメだったな。いろんなテクニック使ったんで今この本当に2分くらいの中で俺の持てる技術を全て集約した、もう駆使して SE を紹介したんですが、ダメでしたか。入ったねこれ。まあ今トントンくらいですね今って。いやでもしっかり当たり取れてるからまだ全然チャンスあると思う。いやチャンスは誰だってあるよ。打ってるやな、初当たりが取れていようがいまいがチャンスは誰になってある、まあ、打ってて俺はお前のそういうバカなところ全部直してやろうと思って、ここ半年ぐらいで。いや、ね、だって当たらなきゃラッシュのチャンスないじゃん。バカなインフルエンサーと一緒のそのまま言ってることさっきから、え、当たりが欲しいって当たり見せたよこんなもん。あなた、はい、青山さんは面識あんの？青山さん、一回だけ仕事ご一緒させていただいて、雑誌かなんかでご一緒させていただいて、雑誌？なんか雑誌のDVD、あれで本当に昔、コンパニオンの時に急に動画とか何も出たことない時にいきなり多分やって、そういうこと。メンツは？ね、青山さん、くるみんさんかな、その時は。なんかね、女性ライターさん、タレントさん、緊張しちゃうんだよね。男には緊張しないんだよ。だってなんかもう、おじさんとばっか一緒にやってるからさ。お言葉ですか。いや、うん、いや、おじさんとばっかだから、なんか急に綺麗な女の人とかとやるってなると、緊張しちゃう。おう、なになになに、さ、先読み317で止まって、おう、うわー、しかもおあるぞこれ、また初当たりだ。いや、ただ進めばだけどね、さっきはこれで赤ボタンで、そうだね、金まで植えてば、はい、もう一個行け、もう一個。いやこれなんとも、ここまで行けば十分あるぞ。さあ4連敗、ただ先運がない、次回運もない、いやただなかなかないよ。へえ、暴走じゃない、371だからな。さあベルトパン対戦、チャンスアップ欲しいけどな。あっ、赤い、
多分したら2つ目も赤いんだよ。あ、怖い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 。もう1回来れば当たりだけど、いやもうこれさすがによ、さすがによ。そんな珍しいパターンなの？赤来ないもん、そんな。通常ボタン。ほんとだ。あれ、まじですごいね。いや、こういうのあんのよ。3、1、9は行けんだけど。だから連しないよ、ごめんな。あー、そっちにもう振っちゃってんのね。なんかなんかあんのよ。当たりを取る方でね。じゃあこっち打ってよ。初当たり取る方になってよ。え、分業制分業制ですかねえ。さあ、どうだ。いや、そういう、いいじゃん。あ、あ、あ、ちゃあ、ちゃった。いっちゃった。ふふふふ。やるじゃん、魚拓。うん、まあまあ、スルーだから。なんでそんな、だからさっきから消極的なの。もうオラオラで言ってよ。うわ、緑ホイールが入った。あるかな。緑ホイールからの13号機6点牌。あ、ここは8号止まり。さあ、ここで渚がつかない。一発はない。まあ一回は取りたいね。一回と言わず一回と言わず二度三度。写真どうしたんだお前。ここまで待たせて。いや、お前なんかないなと思って。なんか遡れないんだよね、昔の。いや、早く刺激がくれよ。終わっちゃうよ、刺激になるの。当たり前じゃん。急いで急いで、終わっちゃう終わっちゃう。急いで急いで、マジマジ急いで、マジ急いで。あ、いいじゃないですか。はみ出てる。うん、出てるね、出てるね、出てる。これは出てるね。もうね、水着着ないと思うんで。これ水着なの？これ水着、なんかこういう水着をこうしたなんか衣装みたいな。え、もう着ない？もういいかな。なんで？なんか本当にね、すごいなんかグラビアのお仕事とかそういうのもなんか結構お話もらうんですけど、興味ないんだよね。それで喜んでもらえるならいいじゃん。まあね、まあね。何も起きないのよ。そっちはどうなの？何も起きない。本当にスルーしちゃってる。なんだ？どういうことだよこれ。あれ、何回目の？どういうこと？ヨタクル。いや、攻めるに攻められないんだよな。こんだけこんだけ初当たり取ってるから、何やってんだよとも言えなくて。変わってもらうわ。ちょっと本当に分業制。いや、ちょっとまずいこれ、うん、いや、これ今、うん、本当は、あ、すげえ出ちゃいそうだなって思ってた。うん、ダメだったね。初当たり取るとこまでやって。うん、次引いたら変わってもらうわ。いや、すごい頑張ってくれてるから攻めるに攻めれないよ、これは。あなた旅行行ったりするの？大好き。大好き。大好き。一人で行くの？複数で行く。一人で行く。思い立ったらもう行くから。最近一番直近だと。え、でもね、それがコロナ禍になってから行ってない。コロナになって行かなくなって。行ってねえじゃねえか、バカ野郎。で、このお仕事、タレントのお仕事の始めて、もうこっちおかげさまで忙しくて行って。でもそれまでは本当に月1で絶対どっかに行ってたから、うん、じゃあどこが一番思い出に残る？でも北海道が好きなんだよね。どこ？北海道。旅先で出会いとかある？あ、でもね、台湾とか一人で行って、あのライブ見に行ったんだけど。また久しかよ。まあね、まあね、そうそう、一人で行って。お前旅行って久しだろお前。
なあ、旅行って久しのことか。いやいや、久しもあるよ。お久しに会いに行くの旅行って言ってんのか。いや、それは遠征って呼んでる。それは遠征って呼んでる。じゃあ、まあ、台湾遠征じゃねえか。いや、でもそれは旅行も兼ねてるから。旅には近いし。ハーフアとハーフみたいなやめろ、おめえ。いいじゃんよ。なんだそれ。いいじゃん、美味しいとこ取り。それも兼ねてるから。そうそう。で、行った台湾とかで、現地の子たちが、なんかご飯連れてってくれたりとかそういうのはあるけどね。ラッキョの出会いはないし求めてないね。そこでおこれはこの人は素敵だなってなったら自分から声かけるの。自分から声かけるの。声かけるよ。連絡手段とかね、ネットでまた会えるとかないから来たよ。え、何近いよ。うざ今電車の中でこう予告近い子が自分に流れるんだよ。ちょっとごめん、今どうしても書き留めなきゃいけないことがあるんだけど、なんかペンの代わりになるの思ってる。やり口がすごいね。で、あ、ありますよ。あ、ありがとうって書いて、じゃあちょっとついでに電話先も書いてくれる。本当に帰ってくれる人何割？もうぼちぼち。ぼちぼち。貸してくれたらもうぼちぼち。いいか、新人学生。8連敗。貸してくれたら何パー？いや、7割、8割いけるよ。じゃあ同じくらいある。貸してくれたら、いや、全然。いける。もう、大体、ペンとか、あと、眉唇。イライラの代わりになる。口紅はさすがになかった、っていうのはあったね。 80% ある。俺全然真面目に仕事しなかったな。では始めよう。当てりゃいいんだろなあ。さあ行くぜ。おい、ゼロパーカーになった。はいはいはい、おい、もう大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫、もらったよ。あんちゃん、任せてくれって。次こそ任せてくれ。いやいや、当てんだ、次こそ言うから。もう、ラッシュ行ったら、ラッシュ行ったらやってもらうから、分かった。とりあえず当てるとこまで俺やるから。お願い。ゲーム。よし。まあ、8じゃん。これが問題よ。で、まあ時間なんでしょ、そこは俺やるから、そこも得意だからね。あ、だい、まあ、任せ、はい、完全決着。6回目の最終か。はい、いつも通り始まった。まあ、大体8が動かない。ない。はい、あ、じゃあ時短は俺やるから。大丈夫、任した。7回目の最終期から。あ、本当にね、また入れられる気がしてる。いや、入れる気がするじゃん。入れるんです。入れると思う。大丈夫です。任せます。あ、なに叫び点滅しとる。マジ？おぉ、来てるじゃん、来てんじゃん。あ、ちょ、じゃあ一旦打ってみるわ。交流変化初。さあ、6がずれて、はい、いいね、すごくいい。いい？すごくいい？あの、これは継続は絶対絡んだ方がいいから。なるほど。白が出ることいいんだけど、赤いいよ。本当？こっからえ？分かんない。で、上が動いた方がいい。あー、なるほどね。
ってなったらもうカットインの吉田です。これはもちろんこのパターンだったら金が出ることは十分ある。金金金金金金金、あーちょっと難しいね。ゼロではない。本当ゼロ。あーさあさあさあ、よしよしよし、明日ないことは見ましょう。あ、500ハマってるのか。そうやべえな。なんかすごいさ、魚卓の台見てるからさ、自分も当たった気になってわーって言ってるんだけど、しばらくこっちは当たりきってないの。やばいね、500は。終わっちた。このせずダメ、失礼しました。あやー、会えると思ったんだけどな。来たね。来た、久々。来たね。残り何玉あんの。あ、もう買い足してんの。もう買い足した、買い足してる。今全部で12,500円と一緒一緒。125、2人合わせて25投資。作戦ストーリーの中で一番期待度低いやつだけど、うん、まあ言うてもストーリーだから大丈夫かな。チャンスアップは欲しいところ。ほらね、あ白白間違えてもう一回出ちゃえ。あ、レバーだ、レバーだ、いけ、よし、ちょっと怖かった、よし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 、あー風気持ちいい。12,500円で3回目かやっと。ん、早かった、ちょっとずれてると思う。ほらやりました、嬉しい。やったね、やった。ちょっとこれを大きく頑張らんと。どうしよう、さっき覚えたからカオロくんにしよう、なぎさにしよう。おう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 、ああもう光った、素晴らしい。なんで撃ってんだバカ、当たってんのね。動揺してしまった。なんかさ、保留のちゃん何も書いてないやつってあれ何、文字が書いてない、ちょっとチャンス。あーじゃあそれ大したことないのかなと思って見てた。大したことはないよ、大したことないんだ。おーよかった、よーしいいぞ。したら、うん、あんちゃんが消化してる間に、はい、あのパソコンコーナー見てくるわ。お願いします。一応ね、一応ね、うん、念のためね。状況いい、打ってていい、打ってていいよ、当てとくから、うん、続けとくから。終わんない終わんない、こんな3つ4つは絶対、ほら終わんないよ、いよ終わんない終わんない、びっくりした。楽しい度胸ないわ。あーなんか 6.5 がいいわこれ。あーやっぱみんな朝からいったもんね。別積みがすごい、3,4,5,6,7 台かな。カラクリも4000台オーバーが2台続けて並んでる。すげえな、みんな鼻いいな。 6.5 朝結構うまってたもんな。まさきにカバナリ言ってたよ、今からカラクリ行こうか俺。4000枚出てるカラクリ。
え、今何時？え？あと、賞味1時間ないぐらいじゃない？2000枚出せるよ。まあまあ見てるから、そういう、そういう展開見てるからちょっとあらがちダメだよとは言えないんだけど、自分のお金だけやって、そういうの。いや、俺を信用してねえな。いや旦那の俺を信用してねえな。信用してないわけじゃないよ。うちの旦那がちゃんとやれることは一番よく知ってるだろ。目の前で見てるし、そういう展開を。ただ時間2000枚出せた。あ、ほらほら、伊達はやったこれ、隣に座って見てれば。おさあ、俺も持ち山でもう一回当てよう。ああ、来た。本当？あ、いや、言ったじゃん、当てるって。おお、来るな。こんなに当ててんのに、すごい薄いね、リアクションが。いや、もうなんか当てるのちょっと当たり前になってきた。そんなことないよね、すごいことよ。だって、あーちゃんの倍ぐらいはずだったり当ててたから。怒り信じ覚醒。あっちいね。うわー、来たー。一回当てたよな、これでな、うん、マイナス10で。ちょっともう任せて、絶対当たると信じてるから。ボタン準備中。いきます。おお、これはあるだろう。当たりました。赤ホルダー。おめでとうございます。当たり、エグ。よし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 。気持ちいい。さあ、これは止まるな。止まって、動け。動かない。8のまま。さあ、1球を引けるのに。この筆分けが。さあ、7回目の319かな。7回目。なんかやれる気がしてる。すっげー。当たり、当たりで。当たり。ああ、これは終わんねーぞ。赤いやつ強いの。終わんない。俺が消化する ST とは分けちゃうよ。もう全然。そうだね、安心感が違う。やれるって感じがする。もう年季の入ったおばあちゃんが作る味噌汁みたいなもんよ。もう間違いねえ。絶対うめ。やったー、ババアの味噌汁ラッシュ。いやー、もう全然分けちゃう。分けちゃう。もう全然安心感が違う。安心感があるね。安心感違う。おー、かわいい、カオルくん。いや、強っ。やった。強っ。気持ちいい。あー、終わっちゃって。あや、あ、時短。終わっちゃった。まあ、たまにはね、あの、終わるギリギリまで引っ張られるのもいいよ。でも ST だから、どこで当たってっていいんだから。もう欲しいね、もう欲しいね、もう欲しいね、もう腹に力を入れて、ね、うん、あ、もう欲しいな、ここらで。もうあっていい。もう1パー、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 8600。
2人合わせてもプラスはプラスです。そうですね、はい、ほんとちょそんなに使ってないからね。2人で2号、ちょっとぶちかまし効果はカラクリで行く。カラクリ行く、うん、やれるよ俺今日。ほんとか、マジ金あんだ。もう持ってきたよ、持ってきたけど、おこっちで出ていいと思うけど。おめえ間違えて押してるよな、カシャンボタン。 なあ、違うの、これさっきもう大当たり当たった、弾がなかった。そうそう、弾ないから不安だから出した。言ってよ、やべよかった、貸すよ。そうだよ、いや貸すよ、まあ、あんちゃんの弾だけどシンプルに台としてカラクリ好きなの。好きだよ、相性いいし。相性はあんま関係ねえけど。いや相性いいよ。いやいやいや、すごいカラクリうまいイメージある。何やってもうまいか。そんなことはない。これなんだろう、苦手なの。苦手なんだろう、苦手パスロー。あ、ゴジエバー。あー全然やれてないよ。あ、あんた点滅してない？これそう、え、今でも遠く、いや、先読み、これも先読みなの。先読み扱って当該だったんだよ。え、やっぱ当該なんじゃん。うわ、落ちてんじゃん。ふざけんなよ、お前。ずっとだよ、多分ずっとこれだよ。いやいやいや、さっきは一回確認した。なあ、さっきの、なんでいきなり変わるんだよ。変わらなくていいじゃないか。おい、お前どうなってんだよ。いや、なあ、おねやろ。さっきの当たりまではそうだったよ。でも、おめえのポンコツ具合どうなってんだよ。なあ、先読みチャンスしたら当該だってなんだって変化したことが一回もねえだろ。そうだね。あれって7200、うん、あ、そろそろやばいっす。そろそろやばい。どうする？うるせえな。どうしたらいいの？いや、やるよ。やるよ。閉店までやってやれ。おめえの金だし、俺は増やしたいから。え、今いくら？あ、でもそんなにまだ。そりゃそうだ、これだけ当たってんだから。いや、もう一回、なんでマイナスなんだ、もう一回当てられる。なんで持ち山ねえんだよ、俺。こっちだよね。あんちゃん。なんか、どっか一発がなぁ。いや、今、いや、今ちょっとプラス。ただ、うん、俺はまだ出る。まだ出るの？あ、当たるは当たるよ。続くかどうか知らん。ただ当たるは当たる。あんちゃんはどう思う？知らん。まあ、やればやるほどポンコツだなっていうのは分かるけど、出るかどうかは、出るかどうかは分かんない。出るかどうか分かんない。ポンコツ具合は露呈していく。うん、あと、食べるのが遅い。ね、食べるの遅いね。余計なもの頼むくせに食うのは遅い。ちゃんに行く、餃子頼ましてよ。ね、うん、まあ、でもここで終われば今日は2人で楽しい思い出を作ったってことで平穏で終われる。俺は楽しなかったよ、すげえフラストレーションたまったけど。でもプラスで終えることはできる。できる、若干、若干、若干ね、うん、どうすんのこれ。どうすんのこれって何。いや、全然残るなら。ね、なんなんだよ、目泳いでんじゃねえか、どういうことだよ。いや、ね、もう今日はやめるか。正直に言いなよ、お金減らしたくないんだろ。今日はやめようぜ。やめようじゃん、お金減らしたくないんだろ。あんたちゃんと言いね。お金減らしたくないです。分かった、プラスのうちやめんのね。なんか悪くなりたくないし。いや、俺は悪くなんの使ったところで。あんちゃんが俺のことどう思うかで、ね、クソタレと思う。やめよう、やめよう。いやー、初当たり結構取れたんだけどな。それは本当に素晴らしかった、うん、でも結果1万4000使ってな、回収ゼロゼロ。でもその分こっちでね、なんとかで、トータルすると2人で500玉ぐらいプラス。あ、まあでも無償でデートして。無償でデート。お小遣いもらったと思えばいいじゃない。経費でご飯食べて、美味しいチョコ食べて、まあ、もう全然、ね、俺はパチンコ打ってちょっとだけお小遣いもらえたと思ったら、あんちゃんがそれで納得できるんだったら、ね、まあ、当初の話とだいぶ違う。俺がアンジュの財布満たしてやるよ、増やしてやるよって言ってたのとはちょっと違ったけど、なんか、まあ、
悪いな。いや、そうね、俺が出すとすごい出してくれてそうだね、あんちゃんの時も自分が出して、だ相性はいいんじゃない。そう、頑張れるんだと思う。だ本来の仕組みなんだよ、ね、あなたはほら男が得するようにないから男のために頑張れ今日すごいダメな男を発揮しててもね、こんな日もあるんだな、なんだろうなってね、そういうの見ると頑張んなきゃって思っちゃうから。でしょ？だからつまり俺のおかげなんで出たの。それはどうかな。ダメな男が横にいて、いて、うん、頑張ったわけ。ダメというか、まあ、頼りない男がいるから、うん、あ私頑張んなきゃだ、あれだけ連チャンしたんですよ。じゃあもうあのヤタクと夫婦の時はそういうものだと思ってこれからも挑む。あんちゃん、違う違う、どんな男と一緒にいてもやめその呪縛は嫌だ。いや、でも思い返してみ、払いのが多かったよな、もらいよりな、だよな。そうだな、いよいよってなっちゃう。これからもよろしくな。いつあんちゃんのお財布増えるんですかね。